イザヤ書第50章。主はこう言われる。私があなた方の母を去らせたその離縁城はどこにあるか。私はどの妻子にあなた方を売り渡したか。見よ、あなた方はその不義のために売られ、あなた方の母はあなた方の咎のために出されたのだ。私が来た時、なぜ一人もいなかったか。私が読んだ時、なぜ一人も答える者がなかったか。私の手が短くて、あがなうことができないのか。私は救う力を持たないのか。見よ、私が叱ると海は枯れ、川は荒野となり、その中の魚は水がないために、乾き死んで悪臭を放つ。私は黒い衣を天に着せ、荒布を持ってその覆いとする。主なる神は教えを受けた者の舌を私に与えて、疲れた者を言葉を持って助けることを知らせ、また朝ごとに覚まし、私の耳を覚まして教えを受けた者のように聞かせられる。主なる神は私の耳を開かれた。私は背くことをせず、退くことをしなかった。私を打つ者に私の背を任せ、私の髭を抜く者に私の頬を任せ、恥と椿とを避けるために顔を隠さなかった。しかし主なる神は私を助けられる。それゆえ私は恥じることがなかった。それゆえ私は顔を火打ち石のようにした。私は決して恥ずかしめられないことを知る。私を義とする者が近くにおられる。誰が私と争うだろうか。我々は共に立とう。私の仇は誰か。私のところへ近く来させよ。見よ、主なる神は私を助けられる。誰が私を罪に定めるだろうか。見よ、彼らは皆衣のように古び、染みのために食い尽くされる。あなた方のうち死を恐れ、そのしもべの声に聞き従い、暗い中を歩いて光を得なくても、なお主の名を頼み、己の神に頼る者は誰か。見よ、火を燃やし松明を灯す者よ、皆その火の炎の中を歩め、またその燃やした松明の中を歩め。あなた方はこれを私の手から受けて、苦しみのうちに伏し倒れる。